皆様おはようございます。これ後半戦だ、後半戦行ってみよう。ここがね、今度ね、あの物流倉庫になる、さっきもやったね、調整機になるのがね、こう調整機がね、いすゞのエルフトラックアクティオ、全部リースだって。ここがね、そのこっちも中央運動倉庫公園あるからね、カースがね、カー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 言ってるでしょ。今日は大丈夫だって。でここにずっとあれだわ、調整機になると思われるところでしょ。ここね、よく見てね。さあさあ、あれ何やってんの。いや、ここずっとあれだって。あそこがね、プールね、前なんとか菌が発生しちゃったプールね。それもずっと行くでしょ。あれが圏央道だ、圏央道ね。圏央道やっぱ少ないね、全体。まだ朝だからね、朝だからほとんどいない。でこんなとこでずっとこれでしょ。こうも、あ、最終的に埋め立てんのか、多分マンホールできる。ここ最終的に埋め立てるんだね、これ。ていうか、ここまでこう全部道路拡張するんだね。ここ結構道が広くなるんだよ、ここ。だってマンホールあるってこと。そうだよね、マンホールって。あんたマンホールカードもらってくれよ、どっかで。あるんでしょ、マンホールカードっての。でもらうかな、電車カードもいいけど、マンホールカードにしよう。うん、杭だけだもん、確かね、マンホールカード4つあるっつったよ。まあいいや、どうぞ。でもいずれにしても、ここね、多分道路を拡張するよ。すごい道広げんだと思うよ、ここね。よく見ててね、これね。ここまで全部道広げるんだよ、多分ここ。この辺り、なんかいろいろなるみたいだけど、ここ全部広げるよ。散水車も出てるね。散水車、これ、あ、これもアクティブ、全部あれだ、リースだ、リース。リース。ね、あれ通行止めのエリアね。ほら、こいつはもう最終的に埋めるんだ、これ。ね、最終的に埋めるよ。ほら、あれがね、建築中の圏央道だよ、圏央道。伏線化するでしょ、ずっとね。で、ここがね、あ、昔ね、あの、朝日ゴルフってあったでしょ。今、朝日ゴルフのとこがね、このダイヤハウス、ダイワハウスでね、今建築してるから、そこのね、詰め所。絶対人いないんじゃないかな。でも土曜日はやんの、あ、いないかな。あ、いないよ、いない、まだ来てないタイプ。戸田建設ね。うん、そうそうそう、こんな感じだね。ずっと行くでしょ。ずっとこう、ないかでしょ。ずっとやってるでしょ、ずっとやってるでしょ。どこ、田んぼまだあるよ、田んぼは。埼玉の人に食べれるよ、ね、こんな感じだな、ずっとほら。向こうもずーっと来たでしょ、ずーっと来たでしょ。まだまだ来てるよ、はい、まだ来てるよ、まだ来てるよ、ほらね。こうずーっと回りすぎたらね、ずーっとほら。で、ここがほら、確か車止めになったでしょ。で、救急車とかあったでしょ、前にあったね。ここが明かりっていうね、ちょっとね、自動発達支援センターでね、たまに脱走してる子たちがいるみたいね。まあ、しょうがないよね。うん。大変だもんね。みんなね。障害のある人大変だよ。ね。まあ、いや、そこの幅に入ってるか、あそこに入ってるのか。そうそうそう、ずーっとこれね。そんな感じになってんだってさ。うん、これ、これ、ずーっと。ここは車線はこのままだみたいだね。これ、ずーっとこのまま。でも、あんたのとこ、これ、あれだろうな、どっかの倉庫の火事みたいになったら大変だろうね。そう、あのさっきのおじさんどっか行っちゃったね。今度はこんな感じなんだ。あの、坂口コムって昔火事出したでしょ。もう誰もいねえ。さっき、もう農作物取ったらもう見ないって。みんな農作物、みんな言いませんよ。じゃあねー。じゃあねー。よいしょ。よいしょ。じゃあ、そういうことですよ。じゃあねー。